さあ、メールファックスも続々といただいております。はい、ありがとうございます。市原市の宅永森郎さんはこの間も紹介した方ですが、そうです ね、はい、いや嬉しいっすっていう書き出しなんですが、はい、岸陽子さんは、はい、我がふるさと山形が生んだスターです。へー、岸陽子さんの夜明けの歌をアッコさんがカバーしていたとは知りませんでした。ああ、そうですか。まして私は今それを、はい、ふるさと山形で聞いています。本当ですか。ありがとう。感慨無量ですと。すごいね。そうですね。山形も流れてるんですか。多分ラジコでしょうね。ああ、なるほど。はい、嬉しい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、千葉県四街道市の大ちゃんさん、はい、先ほどの昭和の名曲とアッコさんのカバーを聞いて、はい、音楽を心から楽しむことができる平和に感謝しています。あ、なるほどね。はいはいはい、戦争中は音楽にも規制が入り、自由に曲を作ったり、自由に歌ったりすることができなかったそうですね。あ、なんかそういうの聞きますね。ジャズはダメとか、あ、なんかあったような。はいはい、はいはい、聞きました。国境を越えて世界中の人たちが気軽に音楽を楽しめる世界がいつまでも続きますようにと思いました。そうですね。音楽に国境はないとか言ってたんですけど、やっぱあったんですね。あったんですね。これも戦争による影響って大きかったんですね。はい、世田谷のポポニョさん、はい、久々の名曲ディスカバリー、すごく楽しかったです。はい、いろんな時代にいろんな出来事があって、そしていろんな歌が生まれたんだなと感銘を受けました。はい、ちなみにアッコさんがカバーした雨上がりの夜空に、はい、痺れました。ありがとうございます。雨上がりの夜空に新鮮でしたはユージさんからもいただいております。はい、はい、あと昭和の歌はホッとしますねという、横浜市の48歳小猿の母さんから。昭和の歌って、まあ、今平成何年？平成27年ですか。27年経ってんだ。そうですね。でも昭和の歌ってどういうわけだか、こんなに娯楽もなかったから、なんかスターが本当にスター性を持って、しないのがすごいと思います。みんながなんか人って、あの人
なくて、いやいやちょっととかね、あの人嫌いだけどって言ったら、そうとかって言うけど、あのご夫妻は誰が見てもはぁとかって思わない、はい、競争するもんがない、あれやっぱりね、美人でもないしイケメンでもないからだと競争するものがないっていうのは、なるほど、なんかそれでこう大きいし、はい、私がいつも言う、あの人間の好きな、これ私の持論ですよ、あでも誰かの偉い人の持論でもあった、世界中の人間は丸いものを愛するっていう。ああ、そうなんですか。だからパンダとか、パンダ、なんか日本の場合は赤ん坊でも丸々と太った、赤ん坊は丸いですね、大体ね。で割とそういうので、犬が好きな人と猫の好きな人って、やっぱり猫って丸い感じするじゃん。そうですね、あとはなんかいろんなキャラクター、ゆるキャラにしても、そパンダとか全部丸いでしょ、ドラえもんとかもそうですけど、丸いですね。あの二人本当になんかほんまかにしてるから、本当にそういうもうキャラクターの域まで達してるってことですね。なんかでもいいんですよ、はい、適当にそのお金もあって、はい、だって北斗なんか意外にいい部屋してたりするからね。ああ、そうですか。テレビ見てると、そら適当かどうか分かんないけど、苦労もして、そうですよね、体張って本当に体張ってお金を稼いだ人だから、やっぱりそれなりにこうにじみ出るものがあるんじゃないの。そして子育ても一生懸命頑張ってる様子が伝わってきますもん ね。楽しみですよ、はい、再来週です、はい、工藤優ですが、北斗晶さん、佐々木健介さんの登場は再来週でございます、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、します、あとですね、もうなんかこう、はい、本らしいメールというかですね、はい、いろいろ届いております。これは三浦市のキーさん、鎌倉霊園の売店の軒下でお店開いておりますと。ははは、昨日よりは涼しいですけど、やっぱり暑いっす、で意外ですが、かき氷やクレープ、押し寿司、お稲荷さん、たわき物、焼き栗団子、で喪服の 奥方も歩いていますと、そしてお墓は絶賛売り出し中ですと。いろんな描写がありますが、そこまで使ってもらっちゃう。いやいや、鎌倉で開いてますよと、まだ軒下でなんかお店を開いてると。お店開いてるってなんか何をおっしゃるのかなと。氷も全部売れてるってことでしょ。そういうことですね、はい、お稲荷さんも団子も、はい、そうか、お盆だからお墓なんかだとね、えお墓周りのお花屋さんとかもお忙しいでしょうね。そうだと思いますよ。暑い中、まあでもクラー聞かしてるのかな。お金さんは多分むしろ聞いてるでしょうね、はい、あとはラジオネームスーさんもですね、29歳、はい、お墓参りに向かう車の中で聞いています。やっぱりで、お盆休み最後の土曜日ということもあるんでしょう。道路は混んでますと。あ、混んでるんですか。混んでるそうですね、再来週のゲスト、北斗さん、佐々木さんご夫妻、とても楽しみにしています、はい、本当にあこさんが言う通り、テレビで見ていて素敵なご夫婦、素敵な家族だなっていう風に感じますと、はい、ぜひ楽しいトークを聞かせてくださいね、はい、いや、そう、本当に仲いいのかどうかも聞いてみましょう。わかりました、はい、これは聞いてみな、わからんからね。そうですね。いや、でも今日はやっぱ思うんで、こっちへ東京向かってくるっていう人もいるけど、いろいろね、お墓参りに行かれる方もいるし、とにかく体調に気をつけて、そうですね、ね、水分こまめに、はい、車の中の熱中症って意外にあるらしい、あるらしいですからね。ヒーター前からで、あ、クーラーね、はい、ほんで後ろ背中がもう汗びっちょりとか、背中だけ汗かくとか、そう、はい、ドライバーの方くれぐれも気をつけて、はい、今週もたくさんのお電話、ファックスメールありがとうございました。それでは、今日は戦後70年歌と日本というテーマで、はい、昭和の名曲をご紹介しましたが、はい、この曲をお送りしましょう、はい、1972年、沖縄が日本に返還された年のアッコさんのナンバーです。あ、そうだったですか、はい、あの鐘を鳴らすのはあなた。